ゾゾ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 小林ゆいです。どうもお願いします。お願いします。今日は、はい、トークバラエティそうやったなんか勝手に三名のチャンネルでさ、ゾノトークとか始めてさ、そうそうそう、なんか私のチャンネルでもあるでみたいなゲストとか言われて確かにね、今日は私の回であのゲストでってことで。あ、そうですか。じゃあよろしくお願いしま す。はい、一応コメントとかを見つつやっていけたらなって思ってるんですけど、うん、こんばんはやーちゃんって来てるじゃん。どうもこんばんは。 BGM 流れてるんですか、うん、え、すごい。フリーの音源が流れてる。フリーの音源が流れてる。そうです別に今日特にやることが決まってないのでゲストに呼んどいて雑だよね特にやること決めずにやっていきたいなって思ってます。はい、わかりました。どうします。え大まかにざっくりっていうのはあるんですけど。あ、そうね。え、なんかトーク番組みたいに回した方がいいんですか。回してどんどん回して。じゃあ回させていただき、回してください。最近何します。いや、やめてそういうの元気元気です。近況報告的になんか最近の活動、うん、活動っていうほどでもないかもしれない。でも最近写真展やって、やった見に行きましたよ。先週みんなでさっき行ったわ。そうね、あのプレビューみたいな、うん、関係者の会みたいなのを4月4違う3、2、3、4にしてる。そうそうそう、3、4と写真展やって その前日の2日にプレビューやって来てくれたんで、ね、ギリギリに一番最後にいたよすごいよね走り込んできたよねあの会場にどうしたのってギリギリかな、のかな思ってその時間だったら、うん、すごいギリギリかなと思ってちょっと走り込んできた。めっちゃ面白かった普通にさ、コート脱いで脱いだら普通に汗かいたもんな。めっちゃ汗かいたのめっちゃ汗だくやん。そんな走って混んでもって言いながら、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、楽しかった、うん、なんかちょっと、まあ、色気のある写真。色気あった。あった、やった、めっちゃ色気を感じた。これとかも、あ、そう、これ写真展に展示してたパネル、うん、ちょっと今日は飾らせていただいております。一番目玉にしてた大きな、そうやな、めっちゃ漏れてないこの写真。全部良かった。本当、あのお風呂のやつも好き。あーね、潜ったな。潜って潜って良かった。すごいなと思って、あの潜り方。あの潜り方だってさ、上向いて潜ったら全部入る。あ、そうなの。なんか本当にもうむせ返りながら撮ったよ。あのすごいな。ただでさえ私水ダメなのよ、うん、溺れるから。その気持ちがわかるから。そうで、なんかさ、すごいなって思った。なんかもう潜って上向いたら全部入ってくるの、うん、だからさ、ブクブクってなった瞬間だったんだと思うんだけど、すごいいい写真だったよね。良かったです。そうそう、なんかさ、あ、一応写真集が、あ、こちら見本って書いておくよ。本当だね一応見本ですか、うん、これが4月の2日に販売スタートしまして、こんな感じで言ってた水のやつがこれ、それぞれすごいなと思って。これ死にかけでした撮ってる時死にかけの写真。死にかけのこれ嫌やな。しかもコンタクトもしてるからさ、目とかも張り付きながら怖ほんまに、ほんま一番大変やったかも、この中で。いいね。これ全部12月やね、撮ったの。うん、だけどなんかその見に来てくれた人の感想はなんか、あ、なんかこれが12月に見えへんって言って、みんな、うん、寒、そう、めっちゃ寒かった実は。でもそう思わんかった。というだからね、私、うん、さすがですさすがです。でね、今日、うん、あれなんです、私のお知らせ先にあれなんですけど、うん、写真展で販売したカレンダーとポストカードと、うん、あとパネル、うん、もうこれ展示したやつ販売してて、それを、うん、あのネットサイン今度4月17日にあるんですけど、そこによいしょってやるんで、その商品追加しますよっていうお話でございます。なるほど。後でもう一回改めてお知らせしたいと思います。はい、なんかないの最近。明日、明日下北にいます。
あ、そうなの？はい。行くね。行くねとか言って下北も、ま、マイタウンだから。そう。下北の、 あの東口の駅すぐ、うん、改札出てすぐのところで、うん、なんかちょこちょこでハンドメイドのお店がバーって出るイベントがあるんですけど、うんうん、その中に私います。ほんとすぐだよね、駅出て。ほんと出てすぐ。駅出なくても見えるぐらいすぐだよね。うん、もうほんまに目の前なんで、ぜひ遊びに来てください。明日新作いっぱい用意してます。超楽しみじゃん。これ新作ですね。ちょっと寄ってもらっていいですか。見えますか。ほんとすごいよね。ありがとう。なんか1年前さ、想像した？してない。そう考えたら、なんか何もできなかったなって思うけど、いろいろできたこともあったよ ね、この1年、うん、ってすごい思ったね、びっくり。本当に毎日さ、何もできないなって思いながら過ごしてたけど、それなりになんかもがいたじゃないけど、うん、なんか今だからできたことめっちゃあったなって、この間写真展やってすごい思った、ね、そういう最たるあれですよね。そう、すごい、ありがとうございます。すごいなって思って、よいしょよいしょよいしょ、させていただきました。ゲストなんで。あ、朝の11時から17時頃。あ、すごい、出してくれてるよ。あ、ありがとうございます。インスタグラムアカウント17時頃にいます。で、あの、たまにいません、多分。たまにいません。それ何、どういうこと、どういうこと。あの、一人なんで。あ、そかそか、あの、なるほどね。ちょっと飲み物買いに行こうとか、そんなしてるんで。あれ、おらんなって。その時はあの、ちょっと席外してますの、あの、あれは告げてるんで。あ、そうなんや。すぐ戻るんで待っててください。あ、分かった。そういう時はどうしてんの、お店は。隣の人に言っとく。あ、ちょっとすいません。コンビニに行ってきます。楽しそう。仲良くなる、すごい、作家さん同士で。いいね。そうそう、今あれでしょ、だって下北のさ、あ、そう、スコンブっていう、うんうんうん、あとスコンブってなんか2つ下北にあって、南口の方に、うん、私のブースを置かせていただいてまして、なんかハンドメイドの作家さんたちが、うん、あのブースごとにちっちゃいブースをね、たくさんバーって飾ってあるお店があって、行ってくれたのな。もともとやーちゃんがその出すってより前に、下北本当によく買い物に行くから、うん、たまたま寄ったこととかあって、あ、こういう時にやーちゃんの作品あったら面白いなって思ってたら、なんか出したってなってて、しかもめっちゃいいとこに出させていただいて、そう、見に行った、この間。そうなんですよ、すごかった。よく月1、だいたい月1で納品行ってるんで。すごい、なんかやーちゃんの口から納品とか出てくるの。ほんと新鮮なんだけど。月1でね、新しいのを追加したり、うん、補充しに行ったりしてる。ほんとすごいなって思う。ぜひぜひ、あの、近く行ったら見に行ってください。なんかさ、いろんな形でさ、人を楽しませられるってさ、すごいいいよね。面白いな、うん、みんなそれぞれすぎて面白いな、うん、一緒にやってた人たちやのに、うん、でれん、コメントもたくさん。もう実はこれ見るのすごい苦手なの。なんで？え、なんか今どこだろうってなっちゃうから。ここや。やってね、これ。スコンブってあの字が難しいんだよね。ス、ス、スの巣に。素人の、あの、あの意味が、素人が今歩き出す、うん、スコンブ。そうなんだ。そう、ス、す、元、す、すの、す、す、すっぱなかのす、すっぱなかのすに、今に歩くで、スコン、スコンブーね。他に思えるの、素直のすじゃないか、素直のすじゃん、わかんないか。あ、そう、あ、おもろ、あ、もうやばい、もう、おれだね、納品。この間その写真集作るのにさ、うん、今回本当に全部やらせてもらったからさ、うん、なんか色香っていうさ、色のチェックとか、うん、その印刷した感じの紙の選ぶ、表紙の紙を選ぶとか全部やってさ、自分の口で色香、なんかスケジュールに色香って出てくるのさ、本当に1年前は想像できなかった。面白かった。確かになんか、ね、こんだけいろいろやってもらってたよなと思うよね。わかるわかる。ね。グッズ1個作るのとか、うん、その1個値段決めるのでもさ、私もなんかそのトートバッグとかさ、うんうん、自分で作ったりしたんやけど、うんうん、前、あ、こんなにいろいろ大変なんだってめっちゃ思って、そうそう、何個これを発注するのかとかさ、めっちゃ緊張するもん、うん、売れるだろうかと思いながら発注これが果たしてこんなに作っていいんだろうか。これからだから、例えばさ、自分がそのやってもらう側でいろいろするってなっても、
そこのありがたみをさ感じるのと感じないの全然違うからさ、うん、違う全然違う、いい経験だよね。すいません、いつもありがとうございますって感じ。ありがとうございます本当に。これ誰に誰か見てると思ったのめっちゃ見るやん、そこで大丈夫か、音だけ大丈夫今日なんかホットプレートがありますけど、そうなんかね、いろいろ、うん、なんかこういうのあんまないし、うん、一緒に2人で配信久しぶりちゃうだって、うん、なんかわかんないのもさ、言うてさ8年9年一緒にいたわけじゃん、3ヶ月会ってないとして、うん、たまに会いましたってなっても全然もうその3ヶ月は感じないわけですよ家族と一緒のなんか実家帰っても別に普通じゃん、うん、確かに。なんかでもまあ久々なんだよね。えそんな感じせんけどな、うん、じゃあさその音声大丈夫大丈夫ですか、拾ってないかで、なんか、うん、とりあえず2人で久しぶりやから、うん、なんか作ろうかなと持ってきてくれてんの。はい、すいませんね、ゲストの方にそんななんかいろいろ用意して気遣っていただいてほんまやで。どうします、なんかでもそういう感じ、なんか何にもそう本当に何にも決まってないからさ、そういう感じ、ごめんだけど、うん、逆になんかあります、うん、なんかした方がいいことあります、なんかあります、でもなんか食べながらでもさ、そうやな、話できるもんね。じゃあ作る、ええ、うん、なんかあの音声拾ってますって書いてるかなそうだよね、拾ってますよね。一応チェックさせていただいて、おい、これの焼き芋のお差し入れは、これはなんかあの近所のスーパーで焼き芋美味しそうと思って買っちゃった。焼き芋いただきましたいるそれ、こちらこちら焼き芋ですYouTuber すなゲストの頑張り次第だってここからは。え、ゲストが食材持ってくるスタイル確かにそのスタイルでやっていこうかな、これから。え、続くのこの配信、定期的にやることにしてさあ、そうなん、じゃ毎回私がゲストでゲストっていうくくりでやるから、じゃあもうやーちゃんが私入れ持ってくる番組本日こっちはこちらのやつやります、じゃあやりましょうよ、やりますってか、どうしたらいいの、あそこでできるんやで、あそこでやってここで焼くってこと、ど一緒にあっち行く、どうする、一緒に行こうか、うん、じゃあ一回行ってみよう、一人ずつでどうすんのさあ、テレテテテテテレテテテテテ、出来上がったもんね、ガクちゃん映ってるのかしら、あ、そっか、あれをじゃあこっち向けるわ、でもさ、うん、見える、え、見えんだよコメント見えてる、コメントは見えない、さすがに、いいよ、どうしたん、これなんかシャーなんか、あ、いいよ、もうじゃあ全然気にしないで、あ、はいどうする、さあこちらを使ってパンケーキを作っていきたいと思いますいきなり日本語下手なるやんパンケーキ作るとき、四つ葉の北海道バターミルクパンケーキミックス、こだわりのですか、うん、高かったそういうの言うもんじゃないから出ちゃった出ちゃった高かったわ、高かった、美味しそうやったで、ね、いいね、はい、北海道産だって、やってくれるの、え、やって、やんないやんない、なんでな、じゃあ、うん、実況してじゃ、横にいるアナウンサーさん、助っ人みたいな、そうそう何グラム入りましたじゃ あ, あのこちらで手袋をさせていただきまして、うん、タララッタ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 ララッタ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 ララッタ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 ンチンカン、さて今日はホットケーキ、何のホットケーキ、ドゥルルって何ホットケーキ、バナナ、バナナホットケーキを作っていきたいと思います、はい、作り方は全部こちらに書いてある受け入りアレンジとかもなく、アレンジとかはバナナを乗せるぐらいですね、あパンケーキミックス 150g、 これ 450g あるね、どんぐらいやろ、こんぐらい雑、でも家でそんな感じやんな、でもさ 450で割る、何、ね、なんて 150g いるね、うん、450g 入ってんねんて、ってことは、じゃあ何分の 1？ 150 入れたとして300残る、だから3分の1よりちょっと少ないかなみたいなことですか、本当ですか
ていうか、なんでそんな中途半端な450で154枚焼くのに150やから、じゃあ8枚焼いちゃえばいい。焼かんといて無理やって、あんな小さいプレートで8枚は8枚焼けば何人2人で食べんのやろ。300私だって2。いや逆にじゃあこれ全部使って450のやつを作ったらええんちゃう。え、なんで、なんで450作ってどうすんの。余る余る考えよ。え、とりあえずじゃあ4枚分の150にしよう。450入ってて300残り、300でいいんですよね。300残るように入れよう。今450入ってて3分の1か、3分の1ぐらいでな、うん、ぐらいでいこう。じゃあホットケーキなんてさ、失敗することないもんね。こんぐらいやわ雑な、なんで測りないねんな。ホットケーキ開けられへんな。いきましょうか、先生。すいません、バー先手。はい、はい、どうするつもりなん、そこから。いいよ、いいよ。お前な、もう開けてしまってんな多分5ぐらい大丈夫、でも美味しいから絶対、うん、もうちょっとか、こんぐらいかうんうん、大丈夫、大体でパンケーキはいける。あ、ちょ、やり方見てないわ。卵、じゃ待って、そもそもボウルに卵、牛乳を入れって書いてって書いてるんやけど、ほんま、なんかその、それ何、それ何やろ。それにちょっとじゃあ卵とき、え、無理、逆逆こう、うん、卵何個、1個卵1個、牛乳 100ml100ml ってこれ何 ml 入ってんの難しいね、それ100、半分やわ、うん、ちゃうな。500とかじゃない、400、また450、450の100入れればいい。今分かんなくない、そうなってきたら。もうそれも300残るようにする。あ、3分の1 350残るようにしなきゃいけない。3分の1そんな分かんないよ、3分の1 3分の1よりちょっと少ない。今ここまで入ってない、もう見えへんもんな今押さえてんねん、ここまでぐらいOK?こんぐらいはちゃんとちょっとプロっぽいんだけどで、こう混ぜるのかい、うん、混ぜる、ダマがない、ダマがなくなるまでよく混ぜます。こっちも、それを、こっちをダマ、あ、さあ、これをまず混ぜて、で、粉、本当は逆やけど粉入れて、ダマがなくなるまで混ぜます。これ卵溶いてから牛乳入れた方がよかったのか。でも見て、この卵見えへんやろ、そんなん黄色い卵、黄色くない卵見たことあるの。じゃオレンジ、オレンジ、オレンジして黄色ちゃうんか卵や、入れんで、うん、で、すいませんね、皆さんちゃんと出来上がりますんでねここから大丈夫よ、少々お付き合いください。すごいじゃん、チョコとかメープルあるじゃん。あ、そうやで、買ってきたわ、チョコバナナと思って。最高じゃん。さっき本当に知らないからさ、ホットケーキ作るとか、うん、サンドイッチ食べちゃった。せやな、悔しい。バターのいい香りですか食レポ食べずに食レポ始まった大丈夫、コメントどんな、そんなミスで、コメント見てこよ、コメント見てきて。軽量カップぐらいは美味しかったんですよね美味しい牛乳だから美味しくできるだって。そうやで、全部美味しいもの使えてるから卵がすごいオレンジレンジオレンジレンジやばいねでもダマができやすいからもうちょっと牛乳入れる。え、ん、ダマ、でもさ、ホットケーキってさ、ダマになっててもさ、いけるよね。ほんとって思わない、作ってて。ダマがなくなるまでって言うからいつもダマとしてる真面目やね、うん、あ、でもいけそういけそういけそうほら見てみん、あ、いいじゃんいいじゃん、
ほら見てみ。どっち、あっち？あっちか。こっちか。違う。あっちでしょ？違う。こっちだ。ほら見。ほんまにうるさいって。だる。あ、面白いな。今日も。本当にこんなんで笑ってくれるの私だけだからね。ほんまにそうやで。おもろ。焼くじゃ。焼こう。あ、違う。そこに。あ、何もってんの。サラダ油を加えるって書いてる。大さじ1。もう。13g。13g か。13g わかる。これ 1000g 入ってる。ちょっとやな。もうだって涙が止まらない。多分ちょっとやわ。多分か。おまぁ1000の13ってめっちゃ難しいよ。 13g 入れんの。ねえ、ホットプレート温まってるよ。やばいやばい。 13g 入れんの。13入れて。じゃ大さじ1って考えた方がいいんじゃない。ちょっとでもヘルシーに食べたいよな。あ、また歩いてや。いいんじゃない、ちょっと少なめぐらいか。こんぐらいだ。うん、オッケーオッケー。で、ホットプレートに油引いて焼くって。まだ油がいいやん。でもフライパンで焼くって書いてるよ。大丈夫大丈夫。よし、いけました。チャック開いてへん。今やっとしても言わん方がいいよ。みんなそこ見ちゃうから。オッケー。ここ混ぜてるときここが映っててさ、あいつ恥ずかしの。よし、あー、おかしいます。さあ、いきましょう。オッケー。さあ、皆様お待たせいたしました。いいよ、やってやって。これ、ちょく油引いてって書いてたよ。でもさ、油引いてさ、なんかこう広げなきゃじゃない。え、こっちに焼き芋置こう。焼き芋乗せても美味しいで。ああ、確かに。芋練り込み。それは無理やったよ、そんな難易度の高いこと。生地に芋練り込もうと思った今。無理やろ、どう考えても。あの、ポロポロポロってですね、こう、まあ、でもね、あね、チョコで。これさ、このいていい。いいよいいよ。なんかさ、ティッシュあったよな。ティッシュでさ、こうペーって広げようよ。揚げ物でもすんの。でさ、箸やな。いい、こんな、なんか、うん、今持ってきたティッシュ。ちょっとこれ油みたいになり。あー、すごいいいやつやから弾いてくれな。オッケー、熱いで。ジューって言ってる。大丈夫。これスプーンでいった、うんうん、よし。なんなん、いきなりお料理番組になってきたやん。そうで。千分の13は難しいって書かれた。で、あ、これどっかした方がいいか先。うんうんうん、はいはい、焼いていきましょう。うわ、あ、失礼。うん、これさ、どんぐらい。そっからもうさじ加減や、まじ、うん、これ本当はペヤングのやつなんだよ。失礼します。なんか話題なんだよね今。あ、なんかな、え、これぐらいさ、火加減さ調節できんからさ。あ、そうなん。なんか薄めの方がいいかもな。え、もっと早い。分からへんけど、なんかジュージュー言ってるもんね今。もう焦げてる。周り。え、危ないな。だってもうスイッチがオンとオフ。ほんま？いける？ポコポコって出てこんと。出てくかも。うん、真っ黒やわ。で、これさ、どうやってひっくり返す？これどうやってひっくり返す？お前やマジでさ、計画なさすぎ。これさ、分けた方がいい。え？
おとなしくなっちゃった。それでブレーカー飛んだらおもろいよ。すいません、配信も止まる。跳ねるに油跳ねないと。確かにこれ今日つけて、この距離大丈夫やん。こうやば、お好み焼きだった。こう、私のマイクがなんかあれですか。私ですか。マイクの接続が甘いのかボコボコ言うって。私か見て。うん、大丈夫。どっちがどっちだろう。あ、見て、ぷくぷくしてきたね。ぷくぷくしてきた。これ1個ずついく。確かに1個いってもよかったかも。え、うん、マイク大丈夫、声聞こえます。別に気にならないか。もう1個いく。でも、ポイポイいって、ひっつく大丈夫。もうちょっと待って、うん、こういう時に、私の音声が不安定。こういう時に、うん、あの両立できる人がモテるっていう。モテたいの。その後に及んで。もう無理か。こういう時にこう一緒の2個のことを一気にできたらモテるっていう。安全運転で行かさせていただく。こうになったらさ止まる、うん、安全ボタン、うん、それついてるのかも。今プチって言ってまた火強くなり始めて。あら、高すぎたらみたいな。そうそう、勝手に切れてくれる。あ、折れちゃった。バナナ、トッピングバナナ、固め中は。言うて、どう切ってほしい。バナナさしゃって切った方が美味しいな。音決めたらいいの。ちょっと笑かさないで。ずこけてるよって書かれてるけど、もうそんな、そんないっぱい言わんといて。美味しそうに見えない。せやろ、うん、薄っ。斜めに切ったら切りすぎ。よし、ひっくり返していこうか、うん、よいしょ。もうちょっと焼きすぎちゃうか。さあ、それでは行かさせて。めっちゃいい匂いしてきた。原宿の匂いする。私左利き難しいわ。すごいカメラ横切っちゃったし、今全然関係ないとこ映ってたから。なフォークの方がええかもな。フォーク溶けへん。え、溶けるんかな。一瞬やったらいけるかも。だよな今しかも。見た。裏にめっちゃお箸の型ついてそう。見た。ちょっと焦げてる。あ、でもいいんじゃない。なんか中まで火通れば問題ないよね、うん、よかったね、小さくて。これで横にもう一個作ったらいいんか、うん、あ、うお、びっくりした。すごい平気でずらしたよ今。ベーなりそうとか思わんの。なんかさっき持った感じいけそうやった。いけそうだった。すごいね。さあ続いて、ちゃんとできてきた。美味しそう。しかもんでなん、ハチフリ見てる。いいね、いいね。なんかさ、これさ、最初にこれ顔描いてさ、うん、上からやったら顔できてるみたいな、うんうん、やったよかったな。やりたかった。次やる。うん、描いておか。うん、うん、うん。顔は無理やろ。でも難易度的にニコちゃんとか、ニコちゃんみたいな、なんかお箸でチューってやったらできそう。
いい焦げ加減だって。もういい？まだちゃう？まだか。でもだいぶ焼けてたんだ。本当？どうやろ。ホットケーキ生が一番悲しいからな。確かにうわー、美味しそう。いけた。うん。しかもちょうどいいサイズじゃない？うん、これにバナナとか乗せていく。やっていきますわ。あ、全然。ここでさやろうよ。あ、オッケー。あ、いやー。もう一回焼こう。あ、おや。いい声出たわ。ちょっとお箸貸して一個。どう？いい感じ。何それ今一人芝居始まった。どう？怖っ。いい感じって。弱すぎや。このバナナは、うん、ちなみに何で切ったん？スシャーで切った？シャーって。これどっち向きが美味しそうかな？焦げ焦げやからこっち向きかな。こっちでしょうか？こっちでしょうか？うん、誰と話してる今？うん、みんな。こっちかな？黒いわ。あ、もうダメだ。バナナちょっと1個無理取られへん。よし。これと、うん、ちょっと焦げすぎ、次は目指せ。どこ目指す場所だけ教えて。最近さ、もう人と喋らなすぎてな。言葉出てこない。不自由に。次は目指せ。どこどこ目指せばいい。絵描けへんの？描くで。それで？あ、ちゃうか？うん。こっちか。うんうん。無理やな。違ったかも。いいよ、スプーンでも全然。顔絶対可愛くない。絶対可愛くない。ちょっと違う方法で。こうやな。ええやん。ちょっと出過ぎて過ぎて。何？ほんまに何がしたい？でそれさ、だってさ、焦げの色でさ顔できるからさ、あんま追加すないよくないで。ムラムラなんで。怖かった。いいな。口行くわ。どう丸にするつもりなん？大枠。そんな隅っこでやってる。おや、面白いわ。ポケモンマスターじゃないって目指すとこ。それで、それで。でもなんかニコちゃんになりそう。かわいいね、もう。じゃろ？うん、膨らんできた。こっち忘れといてな。いつ行く？もうそろそろ。分からん。絞り出しで描くんやって、ほんと。ほんまやな。それで。こういうの邪魔やな。大丈夫で。思っきりカメラの前行くやん。ごめんごめん。あ、さっきより上手かも。ほらみ。大丈夫、みんなこの配信ちゃんと見れてる？楽しいか？ついてこれてる？大丈夫？行きます。うわー、そうやってやるんだろうね。うん、見たもん。なんか家庭はちょっと残念な感じするね。うん、でも大丈夫、裏返ったら可愛いから。ちょっとでかいで、ごめん、うん、ちょっと広げとくわ。悲しい、かわいそう。いいんじゃない？でもなんか良さそうな予感が。これ美味しそうやで、ね、え、これはさ、もうさ、バターしていいの？うん。あれ、そのバター何のバター？何に使うバター？あ、違う。どうしたい？分からへん。バター、メープルシロップ、ケーキシロップ、チョコレート、いろいろ。ホイップもあるよ。ホイップはね、あ、でもバナナから乗せた方が美味しいかも。バナナ、そう、バナナとか。こういうこと？うん、ちょっと残念ね、これ今。ちょっと残念。どうしたらいい？クリーム乗せようか？そこに。どれ？そう、あれか。バナナの後ろ。これやってもらった方がいいかも。分かった、任せて。めっちゃ散らかしちゃった。期待できる。だって
やろう。あ、それやろうか、みたいな、うん、やって。ついていけてないけど楽しいなって。本当？じゃあよかったわ。どういう感情なん逆に。めっちゃ軽いねこのホイップクリーム。ホイップクリーム。でさ、これさ食べるときはどうやって食べるんですか？まるまる。どうしてほしい？どうしてほしい？生クリームにどうしてほしいとかある一人一人。わからんから任せたの。ここやな。見えるんかな、これ見えてるみんな。わー、上手。まあね。まあね。上手。まあね。あ、忘れてた。ドキドキ忘れちゃうな。確かにもう出来上がったやつは別にそんな気にせんでもええもんな。え、感動のチェック。待って、動画撮りたい。よ。いきます、せー。はい。いきますよ。いいよ。1、2の。1、2の。あ、汚い。あ、やめて。怖い。怖い。怖っ。怖い。怖い顔出てきた。めっちゃ怖いやん、不気味。絶妙に不気味やん。目の奥が笑ってないもん、ニコちゃん。おもろ。よかったな、やって。でもよかったわ。で、ちょっともうないねん、なんかないか。もう全部、あれ、マメリこのクリームマメリ。バナナを。やば。ほら、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。おいしそう。どうだれ。あ、どこ行くの。まあ、いいか。オッケー。これ開いてない。開いてたで。開いてないか。開いてた。あ、しかもこれメイプルじゃん、危な。チョコかけようと思ってた今。あ、そうや、こちらの人大丈夫。あ、いいじゃん。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 じゃじゃーん。最高。ちゃんと形になってる、なんか。いや、かわいいやんか。思いのほか、うん、カフェみたいになってる。カフェ、うちカフェ。ちょっと熱々に生クリームいったら溶けそう。そうやな、やめとこ。バターあるよ。バターいらん。バターいる人。バターいる。え、まだ焼く。余らした。もう一個買おうか。次はかわいい顔。追加してたらさっき。みんな奥笑ってない。無理ちゃう、目輝かせるって。生き生きした顔にしてるね。うん、そうそう。目の位置遠いからデカなんねんって思った。元気。やっぱもう芸術、芸術家やからな。素人が口挟むもんちゃうわな。分かるんか、完成は。あ、いいじゃん。こん時は可愛いねんな、さっきも。いいよ、何してんの。隠蔽工作や。その手があるんよね、でもこのシステムは。意外とやり直し聞くんだよ。隠したやつどうにかしや。あ、もう焼いてしもた。あ、眉毛の向き変えれるやん。そういう遊びじゃないからな、これ。めっとい。すごいさ、上達してるやん。これで遊べるような。ほら、どう。生き生きしてる。めっちゃいいよ。よし。あ、おかしい。これできた、一応。あ、いいですね。こちらが完成したものになります。あ、いいね。クリーム絞るんだけ上手やな。他もやろう。よし、食べよう。
ぴょん。眉毛がついたって。せやろ、生き生きさしてんね。不要なパーツを除去って書いて。ほら、いいじゃん、かわいい。メープルもかけちゃう。いいじゃん。うん。あら。あー失敗は見せないスタイル。よー。上手にできました。美味しそう。そろそろ忘れてたね、今顔描いたこと。足りる？顔。いけいけいけ。うわ。足りて。待って。しかもさ、すごい火力いきなり強まってきた。うん、そんな感じしない？あー、だろでも一応全部くっついてあげよう。よし。よし、ついた。ちょっと足らんかったけど。あ、忘れてた、これ焼けてるもん、絶対。ちくうわ、うわ、焦げてる。すいません。あー面白いわ。お水くれたよ。ありがとうございます。いただきます。すいません。お願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ、ゆっくりいただきますか。はい、どうぞ。あ、かわいい。おもろ。せーの。いただきます。あー面白いわ。フォーク？うん、お箸なんかいかんの。私でも可愛いわ。ね。ちょっと冷めてるで。確かに。温め。熱いで。熱いで。友達ちゃうねんぞ。熱いで。お母さん。おかんか。いただきまーす。いただきまーす。髪？うん。もう涙出るってば。どう？うん。いただきます。多分な、美味しい。いいね、でもこのサイズのプレートあるとさ、朝ごはんとかさ、うん、めっちゃ便利そう。熱々食べれそう。いいな。目の前で焼いて。手入れも楽そうじゃない？よいしょ。いただきます。美味しい？ちゃんとつけてるよ。かわいい。うん、ちゃんと、ちゃんと。うん。いただきます。うん。原宿じゃん、もうここは。もうここは原宿です。今日バナナって美味しいんじゃね、やっぱ。久しぶりに食べたけど。めっちゃ可愛いくない食べ方。めっちゃでかい口開けた。一緒だよ。こうやって食べてる。美味しい。美味しいわ。チョコバナナって美味しいね。うん。何回も言うけど。ほんまに。何してもおいしいわ。でさ、もう可愛くないレベルでチョコつけてるもはや可愛くないねそのつけ方。助けて。ではでも最後食うわ、うん、最後食わとく。うん、やっとく。うん、やっとこう。あ、教えてたパン君。二人して忘れんのやばいな。最後のもう焦げてるもん、匂いが。大丈夫大丈夫、映ってるそれ。あ、危ない。でもちょっとスライムみたいからさ、なんでさ、ひっくり返してすぐこうやんのあかんって。裏の生地名前ねんで。牛乳になってるから、裏で。多分大丈夫。渦巻いてる。ほら、イキ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 してる、ね、眉毛スライムみたい、あの可愛いわ。何やっけ、あのゲーム。可愛くないわ、もうちょっと可愛くしたから。面白い、ほんまに。ホットケーキ焼いてるだけやのに。あー面白いわ。毎日おってほしい、家に。うま、おろか。うん。うるさいで。うん。でも意外と家とかやったら静かで。そうやな、そういうとこあるよな。カメラ回ってなかったら意外と静かやで。
二人とも。そうね。そうだ。一応スイッチあるんかもな。あるんか。これスイッチか。なんか人を楽しませたいな、やっぱり。わかる。そう、一人やったら静かやねんな。なんか一人以上やとうるさい。ちゃんと美味しいよ、でも。美味しい。炭になる前に気づいてよかったって。うん。なんか本当にパンケーキ食べに行ったりしたいね、うん、したい。もうだって1時間経っちゃう。やばいいよってあれえあのネットサインの、うん、にさっき言ってたパネルとカレンダーとポストカードが追加されるんですけど追加されたんですけど、うん、20時に、うん、でそれの変えるのが21時からなんですよね。もうやん忘れてた。ちゃんと言いなさい。もう変わる。忘れてた。もうさっき。危ない危ない。もうちょっと。もうちょっとで変えます。ちょっといきなりお知らせあれなんですけど、うん、さっき話してた写真展のグッズがパネルとこのパネルこういうパネル飾ってたやつ展示パネル と、うん、あとカレンダーとポストカードを作ったんですけどそれがネットサイン会に追加されることになりまして、うん、それが今8時からあの販売のページが上がっててそれがこの後21時から買えるようになるので皆さんあ今出してくれてるチェックしてみてください。すごいぜひあの写真集しか買えなかったんですけど、うん、あデジルほらぜひチェックしてください。いや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 読もうから見るとこうなってるか告知大事だって、ほんま、パンケーキ焼きに来たんちゃうねんで。だって、なんでぜひこの後21時チェックしてください。ペーン。おいしい。おいしいね。で、原宿のさ、竹下通りでさ、クレープとか昔食べたやん。うん、ああいうのって最後にしたんいつ？原宿でクレープ食べたん最後いつ？何年前やろ。でも一人で食べたんが最後それ悲しい話聞いていいやつなんか多分なあれよは三ミューの衣装を買いに行くときにいろいろ回ってて原宿の方行ったときに、うんうん、どうしてもクレープが食べたくて、うん、あのあそこのさ有名なクレープ屋さんがさ、うん、あって横側になんか椅子ベンチみたいなんでちょっとくぼみみたいなのあるの分かります。そのピンポイントの話誰わかる神社につながってるとこかな。あ違うそっちの奥側じゃないもっと手前側、うん、あって、うん、そこのベンチに座って一人でクレープ食べた。悲しい話じゃん。違うよ野菜のクレープ食べた。ああね、うん、それなんかまた違うのよ。原宿で食べるさクレープってさもうチョコバナナ生クリームギャーンみたいなやつじゃん。そんなんもうね、うん、なんか子供の味じゃんね。それ思い出す。でも食べたいな。ね、久々になんか食べたいかも。でも1個絶対食べられる。ね、悲しい話じゃん、それ。うんうん。多分内容をサイトが間違ってアップしてるの？うん？ってコメントが来てる。サイトの内容間違ってるって。ちょっとお待ちください。確認します。別にこれあれやで。あ、切ってんの？今切った何があれやで赤い切ってもいいかなと思ったりした。よかった、ちゃんと美味しくできて顔違い兄弟なの。兄弟どういう写真撮ろう。くるっと回るとふわっとなる衣装買いに行った時。いや、でももっと前やと思う。よう分かったな、その説明で今。私が思ってるやつかな。うん、おいしい。なんかさ、うん、コロナ落ち着いたらさ、何したい？何する？なんかさ、うん、ちょっと待って、チョコついてる。まあ、なんかさ、あの、やっぱさ、お客さん入れてさ、うん、なんかステージでなんかしたいよね。歌うってこと？歌うとかじゃない。なんかステージなのに歌わないんだ。いや、歌っても全然いい。うん、けどなんていうの？お客さんを入れて、うん、なんかできることしたくない？イベント。うんうん、
なんかさ、この間写真展やってさ、落ち着いたらまたそういう機会作るねって言ってさ、一番やってって言われたのカレーフェスだったの。あー、やろうや。やろうや。呼んで呼んで。カレーフェスやろうよ、本当に一緒に。やって。え、私、ルーやで。ルー？ルー。ルー、カレールー、うん、別にいいじゃん。なんか、家でやんのと一緒やで、みんな。食べに来てくれてもいいけど。私のバージョンは、家でやんのと一緒。おもろ。せやな。なんかでも、ウェイトレスみたいなのするじゃん。なんかグッズとかも多いけどさ、ヘロヘロ、ヘロヘロ、なんでもいいじゃん。勝手に参加されてもらう。理由とかどうでもいいからさ、とにかくなんかもう落ち着いたらみんなで楽しくやりたいよね。どうしたの？気のせい。うん？気のせいか。お客さん入れてゾントークしようやって。うん、いいやん。やって。オッケー。ゲストだ。俺やってほしいだって、はい、朗読会。あいやー。あいやあれな、握手会もしてほしいってね。え、ほんまに握手とかだってしてないもんな。うん、だってさ、最後の日もやってないんだよ、うん、大阪のツアーが最後だって、握手会。やっぱ1年以上野菜の旨味とか材料だけでも味変わるから大丈夫って、うん、まあ、ちょっとほら、いい目のやつ使ってば。いい目のルー？いい目の野菜？いい目の野菜ね。ルーはいつも食べてるやつで。何が好きなのルー？バーモンドカレー。そうだよね、うん、バーモンドカレーが。それはほんまにみんなの作ってるカレーやん。そう、だから一緒やでって。うーん、コロナだから握手は絶対無理。やるときは呼んでな。何を？カレー。オッケーオッケー、やろう。うん、あとさ、うん、あの話しよう、ウニの戦うプリンセスオーディション。知ってるみんな。入れられた、入り方出た。みんな知ってる？あれそうそう、やってんねんな、うん、なんかこれはサンミュージックがやってるんですかね。うちの事務所が今やってるオーディションがあって、うん、5人の戦うプリンセスオーディションっていうホームページ見てもらうのが一番早いと思うんですけど、三名のツイッターでもリツイートしてたよな。うんうんうん、あの映像見た？ PR の。見た。めっちゃ良かったよね。良かった。あの女の子踊ってるやつね、すごい。なんかあの VTR 見てめっちゃ良かった、ね、なんかもうそれだけは泣きそうになっちゃったもん。向こうが誰かが呼んでいる言ってちょっとニュアンスちゃうけど、なんかあのシャワーのヘッドで良かった、見たわ、うん、そうそう、これすごいいいのよ。めっちゃ良かった。応募しよう思ってんけど、あかんかった。もう制限があってな、もうあかんって言われた。応募資格さえもらわれへんかったわ。ね、うん、24歳までとか24歳までもうギリギリ狙って、ね、切られたんかな。ごめん、やるんが入られへんように。私がこううまいことこう、だから3月4日に25年それまでやったらいいけどそう、でもね避けてきたな。避けられてんの、入れんぞってそう、なんか今本当に LINE とかでもさ応募できる、うん、LINE で応募なのかな、 LINE で追加して、うん、多分エントリーできるようになってて、すごいよね、すごいね、どんな人がなるんやろか。ね、うん、なんかさ、でもさ今からアイドルする人たちがさ、うん、なんかドキドキする、面白くない、うん、いいなって思う、ほんまにいいなって思う、うん、めっちゃ羨ましいもん、めっちゃ楽しいと思うよ。だからな、ちょっとほんまに応援したい。あとね、あのオーディションってさ、今になってもさすごいあっちこっち受けるじゃん、うんうん、でなんか本当に100受けて1通るか通んないかみたいなところもあったりするけど、うん、なんか1個オーディション受けて満足するとか1個落ちてすごい悲しむとかじゃなくて、うん、そのオーディションってさ、こういう人が欲しいっていうのがもう元々決まってて、うん、そこにハマる人を探すっていうあれやから、うん、それに受けて落ちたからどうとか受かったからどうとかじゃなくて、なんか経験として受けてみるのすごいいいなって思った、うん、思う、うん、思う、ね、落ちたから自分がダメとかじゃなくて、たまたまそこにハマる人がおった、他にハマる、大丈夫、うん、そうそうそう、だからいろいろやりたいことがあるときには挑戦した方がいいなって思うし、できるチャンスがあるんやからやればいい、うん、やればいいな。そうそう、うちらももともとオーディションやん、うん、三ミュもうグループ解散したけ、解散じゃない、あの卒業、うん、したけど、あのほんまにオーディション、公開オーディションみたいな感じだったもんね。いやもうゴリゴリやな、うん、
でたまたま選ばれてここでさ、そうこの部屋やで、そうめっちゃ泣いてな、怖いわ、もうそうそう、でもそうならんやろ、大丈夫やろそんななんかね、でも戦うって言うてるか分からへんで、戦わされるかもしれへんわ、頑張ってでも楽しいから絶対、いろんな経験積めるのは本当にいいことだよね、ほんまに、うん、もうなんか一番大事なことはすごい教えてくれる事務所やと思うから、うん、そこはなんか安心していろいろ挑戦できるのいいなって思いますね、ほんまにそう思う、もういいやんか今から楽しみだね、楽しみ、応援してますんで、今から例えば今この年齢からじゃあ5人でグループ組みます、うん、できる、でも一応経験したわけやん、うんうん、その最初から最後までを、うん、もう一回やってって割と、うん、年齢やろ、そ年齢省いてもいい、年齢実はこれ関係なく今じゃあこういうグループ作りますよって言って、やるかやらんか決めれるとしたらやる、できると思う、できる、うん、すごいな、いやなんか、うん、なんかなほんまにな、うん、結構あれやね、三遊卒業してから、うん、なんかさ、何でやろ、なんかすごいやってた時ももちろん楽しかったけど、うん、終わってからちゃんと考えた時に、うん、めっちゃ楽しかったやんってなあれ何めっちゃ楽しかったやんあの生活ってあ、そうな、なんか楽しかった、楽しいと思ってやってたんよ、うんうん、そうやんな、楽しかったよ、めっちゃ楽しかった、うん、けど終わって、うん、もうそこには戻られへんやんですよ、うん、過去は、うんうん、で気づいた瞬間余計にめっちゃ楽しかったやんっておもろ、なんで楽しかったよね、うん、なんか、うん、あなんか夏が来たら、うん、あーティフティフね、おツイッター盛り上がってるねってなってくるんよ、そっか、やっぱりなんかやっぱでもさ、なんかそのなんかずっとさ知ってるアイドルグループの人とかいるやん、うんうん、まだちゃんとやってはって全然違う世界に見えるよね、そういや一緒、自分が一緒にやってた頃と、ほんでなんかさそういうのをやっぱツイッターとかはさやっぱフォローしてるからさ流れてくるやん、その人のツイートで、うん、今日はなんか、まあ、今この時期やから配信ライブでしたとか、うん、ライブの映像だけ流れてきたりするやん、うんうん、見ていやこういうステージに立ってたんやって思ってほんまにそう思う、自分もこれと同じことやってたんかなってちょっとなんか今あほんでさ、たまにお風呂場とかでさまだ踊れんのかなとかさ頭の中でやるやん、全然踊られへんほんまに踊られへん、今度やってみる、なんか曲いきなりかけてさ、いいよいいよやろ、ほんまに踊られへん、たまたまな、うん、最近な YouTube かなんかで、うん、あのスペシャルデーの音楽、うん、スペシャルデーをのミュージックビデオが流れてきて、ちょっと一回置いて、うんやってみてんけどあれってなるよあれってなるよここなんかここはここは思い出せないか、このアイドル何やってたっけあここだっけ、同じ夢が見れるように手を取り合って全然思い出されへんね、それがなんかその愛情が分からね、うん、ここの時こうやってたからタタ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 あの配信ページから販売開始となりました、なんか間違ってたやつは大丈夫やったんかな、うん、何が間違ってたんやろうか、ちょっともうちょっとかかるみたいなんですけど訂正してくれるみたいですイントロドンで踊ってくださいって、今度やろうよ、いいよ遊びで、全然やりたい、でもさそれだけやるために合わないじゃんもはや、そうやな、意外と合わないよね、うん、なんか何やって踊るぞ、唇ネットワークやったらいけそう、絶対いける、あんなに長年やってたらずっとやってたやつはいけるっしょ、最近のやつの方が怪しいよ、うん、でも水に関しては分からへんよ、うん、いや本当にだって現役の頃からあのライブの直前とかさ昔からやってた曲とかも、うん、あの一からこう一回思い出して、うん、よしいけるってほんまにできなかったもん、なんかさあのほんまに突然忘れるやん、そうなんよリハでできたんだけどみたいな突然知らんとこにおるほんまにやでなんでだよな
ちょっとこれ紹介しておきますね。うん、しといてしといて。これがカレンダーでございます。このあれ写真集に入ってる写真が入ってるの？写真集にはありがとうございます。写真集に入ってる写真は1枚も入っていません。そうなん？カレンダー12枚あるんですけど、なるべくお顔が見える1ヶ月置いとくやつだからさ、厳選した写真とポストカードも AB あるんですけど、全部写真集に入ってないカットを使ってます。なので全部ゲットしてもらってもかぶりはありません。パネルもちょっと出します。ちょっと出しますね。パネルがサイズ3つ4つあっていろいろあるもんね。そう、詳しくは販売ページ見てもらったらどのあれが出てるか分かるんですけど、このサイズいいと、なんかさ、かけてあった時も良かったけどさ、こうやって見るのもいいな。一番小さいサイズ、これ、うんうん、私映ってないんだけど、おしゃれ、うん、インテリアに。次これいいね。これちょっと厚みあります、この大きさから。これも厚みあるんだね。そう、これが一番大きいサイズ。これの倍かな、ほぼ2倍ぐらい。そうかそうか、いいですな。この2つのサイズは厚みがちょっとあるタイプになってます。うん、なのでぜひゲットして、いいね、梱包してお届けする予定でございます。インテリアに。そう、でもね、これ私が一番展示会で販売してたの、展示パネル、うん、なんだけど、これ一番自信作でさ、これキービジュアルなの今回の、うんうん、そうね、自信満々に一番大きくしたらさ、全然なんかみんなこんな豪邸じゃないんでこの大きさ飾れませんって言って今ここにいるのこれ確かに結構なサイズやけど、でもさ、うん、あれはベッドルーム壁いやベッドルームにこれおしゃれに、誰か知らなかったらいけるかもね。いいよ、知ってても、知っててもこういうやつじゃないから、そうだね、うん、そう思ったの。おしゃれな感じやし、飾る飾らんじゃなくてさ、え、欲しいって思ってよっていうほら言ってんね、みんな。そう、これがね、ここにいるのがちょっと実はすごいちょっと、ね、うん、切なくて。え、これにサインしてくれるの？そこに裏にね、おうおう、飾ってほしいからさ、うん、表にはちょっと書きたくなくて。でもいいやん。そうそう、なんかカフェやってる人とかおらんのカフェ行ったらこれはでも誰かわからんかったもん。全然雰囲気あるやな、この写真。おしゃれな感じ。私の人生で一番漏れてる写真なんで、ぜひ、いいと思う、この機会に。いいよみんなぜひゲットしてください。まあ無理のない範囲でみんなチェックしていただけたらと思います、はい、明日はやちゃんのね、うん、下北ね、下北にいますね、もありますんで、はい、うん、欲しいんだけどさ、残ったって言わないでよ、切ないじゃん残ったって言わないよ。竹口さん、今度やろうね、そのダンス。やろうシンクロマンスはよう踊ったって書いてるけど、テレレレってって怪しくない？テレレレってってテレレレってってもうちょっと一回流してほしいわ。シンクロマンス流れします？今やんの？ちょっと一個だけ、一個だけやろ。一番自信ない。一個だけやろ。一個だけ、ちょっとだけやろ。え？シンクロマンスは本当に覚えてないよ。君のことがシンクロしてたら、あ、ちゃ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 、だなんやったっけこの手。え、パーじゃない？パーやったっけ？違うな。嫌なんだけど、なんかこの雑な感じでさ自分たちの曲あ、でも他はできる。本当に覚えてないって。あ、すごい覚えてないなの。できるわすごい。あ、いけるいける。すごいんだけど、こんなあやってたなって感じすごいね、面白い。多分こんな意外といけるわこれ、音だったら。今度やってみるね、うん、多分な、振り付けはいけるけど、フォーメーションって言われたら難しいかもしれない。じゃあ5人集めてやんなきゃいけないんだ。そう。でもダンスやったらできるかも。本当に？え？ OK。面白かった。記憶を。ページが更新されました。ページ！販売ページが情報間違ってたやつ更新されました。教えて。販売が開始されました。9時過ぎたから？何も間違ってない。間違ってなかったんだ。うん。うん、
なんかさ、うん、グループやってた時ってさ、写真をさ、やっぱグッズとかでも売るからめっちゃ撮られたじゃん、うん、撮られたって言い方あれだけど、うん、撮ってたね、撮ってもらう機会めっちゃあったじゃん、うん、あったあった。なんかその時すごい写真さ、ちょっと苦手だったの私、うん、なんでか知らないけど、でもなんかさ、グループ離れるとさ、なんか写真撮ったりもして、この1年、うん、ね、カメラいろいろ、私も何回か撮ってもらってるけど、なんかまさか自分がこんなに写真撮られて写真集作ろうって思うって思わなくてさ、で三味屋の時もさ、なんか生誕とかで私とか他の人写真集出してたけど、写真フォトブック出してたけど、うん、出してた、ね、出してなかったもんね。そう、なんか別にいいかなと思っちゃって、私の写真別になんかそんな本にするのちょっとみたいな、いやもう本以上のことやだそう本当に自分がこんなにガラって変わると思わなくて、ね、写真へのなんか新しい、自分で撮るようになったから余計かな、そうかも、すごい楽しくて今は結構面白いです。立ち位置が心配だって、立ち位置はちょっと心配やな。でも新しいやつは5人のしかないとかけど、過去のはいろんなフォーメーションがあるから余計分からんかもね、うんうんうん、まあ、ページ貼ってくれました、 URL ありがとうございます。ここです、ここです、ここです、ここの辺です。そう、久々に今度4月の17日にネットサイン会と電話会とあとサイン会かがあって、その参加券も一緒についているんで、うん、チェックしてみてください。なんか舞台も綾菜と、あ、そう忘れてた、うん、ありがとう。6月の9日から14日まで、うん、ちょっと先なんですけど、うんうんうん、池袋のビッグツリーシアター、あ、ありがとう。これ見せていいの全部。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。遠慮がちな殺人鬼。面白そうよね。あらすじ読んだ？読んだ。そんな、なんかお葬式ある人が亡くなって、その人の葬儀にみんな集まるんだけど、うん、男女十何人か、うん。その人たちが刑事。私が殺ました、え、私も殺しましたみたいな感じでめっちゃ面白そうなんやけど、みんな殺人の動機があり、動機っていうかその殺しましたって言い出して、うん、みんなで解決していくんだけど、どんでん返しみたいな、もうサスペンスコメディっていう、うん、書いてたね、ジャンルらしいんだけど、めっちゃ面白そう。そう、この久保田さんっていう人が、うん、僕ら談義っていう劇団があって、うん、私がね、時をかける206号室っていうたまたま見た作品で好きで、うん、なんか機会があったらご一緒できたらいいなと思ってた人で、ほら今回なんと念願が叶ってご一緒できるということで、いいです、とても楽しみです、はい、チケット17日、あ、一緒だ、ネットサイン会の日と一緒だ、うん、の12日から販売スタートしてます。一般発売が5月1日からです、うん、ぜひともチェックしてみてください。ありすいません、ありがとう。いえいえ、あのこれ綾菜も出ます、うん、あ、そう今日お知らせ見て、そうそう、俺2人ともいると思って、なんか決まって、あやなちゃんも一緒かもって、でも今さマネージャーさんとかも違うからさ、うん、みんなが何してるのか分かんないさ、だから一緒なんだって言って、すごいちょっとそれも楽しい。なんかさ、グループでいた人がさ、うん、別の現場でさ、お芝居でさ、ね、一緒になるってさ、どういう感じなんだろうね、お互い楽しみです。楽しみ。どこでやるって、うん、池袋のビッグツリーシアターっていうとこです、はい、わかりました、お楽しみに、はい、ありがとう。いえいえ、なんかどうします、どうします、終わります終わりますとか言って皆さんありますか、ね、近々お知らせします。いや、何その匂わせいや、近々お知らせします。どういうお知らせかも言っちゃいけないんだ。はい、言いません、言わない方がいいんだって、はい、近々、楽しみだね、でもほんまに今月中やな、はい、いや、今月中に結構びっくりなお知らせ、びっくり、びっくり、私がびっくりしたお知らせ、うんうんうん、しますので楽しみ、はい、絶対ぜひぜひ、絶対楽しみにしてるね、皆さんも忙しくなりますね、はい、忙しくなっていきましょう、どんどんやっていきましょう、なんか皆さんも忙しくなりますんで、確かにね、その目標ができたりさなんか近々の予定ができるだけで全然過ごし方とか変わってくるじゃん、モチベーションが、なんでみんなでなるべく楽しいこと考えながらハッピーに生きていきましょう、はい、またなんか配信されるときはゲストで呼んでいただいて、オッケー、来てくれる、いつでもやろう、うん、じゃあ今日は
終わりましょうかね、はい、土曜日のこのなんか一番忙しい時間にお付き合いいただいてありがとうございました。なんか楽しかったでしょうか、パンケーキ。もう昔、昨日のことのように忘れ去られたパンケーキ昨日のことのように悲しげに微笑んで笑ってるみすずさん、石谷みすずさん、あ、そうだね、温めといて食べようじゃん、みんなで。次回のズノトークはまだ予定決まってませんけど、まあなんかおいおいやっていきましょう。呼んでください。いつだってゲストは私。やって。その縛りあり。ここにプラスゲストゲストはあるよね。レギュラーじゃん。じゃあ皆様また何かしらの機会にお会いしましょう。コメントもたくさんありがとうございました。それでは皆様。グッドチェックしてね。明日、下北にいます。バイバーイ。おやすみ。